英文の基本構造数えられない名詞助数詞 nouns, counters. ここでは数えられない名詞についてもう少し詳しく見ていきます実は数えられない名詞といってもちょっとした工夫をすることによって数えることができるようになりますその工夫とは量を示すカウンター とと呼ばれるる数詞をつけることです例えば水 Water には決まった量やサイズがありませんね。ですからまずカウンターをつけて基本となる量を決めてあげます。例えば一滴の水なら A drop of water グラスいっぱいの水なら A glass of water バケツいっぱいの水であれば a bucket of water この drop, glass, bucket これらがカウンターですそしてこのカウンターで示された量がいくつ分あるかを言うことで水の量を測ることができますもしそれぞれ2つ分なら2、Two、drops of water 2 glasses of water 2 buckets of water になりますねここで気をつけるのは 複数形にするのはカウンターの方です。two drops, two glasses, two buckets。water という名詞自体は数えられないので。複数形を作れません。間違って s をつけないように注意してください。カウンターはたくさんあるので。ここでよく使われるカウンターを見てみましょう。ここにある名詞。木材の wood。 ロープのロープ家具のフ n ーニチャーチーズはそのままチーズニンニクのガーリックチョークのチョークはすべて数えられない名詞ですこれらの名詞はピースというカウンターをつけて数えることができます A piece of woodA piece of ropeA piece of furniture などとなりますそのピースが いくつ分もあるときはピーシーズとカウンターを複数形にします例えばピーシーズオブガーリックで何かけかのニンニクピーシーズオブチョークで何本かのチョークとなるわけですカウンターは数えられない名詞だけではなく数えられる名詞と使うこともできますここにある名詞はすべて数えられる名詞ですが 2つで1組として扱われ、boots, shoes, mittens, sandals, earrings, gloves と普通は複数形で使われます。単数形で言うと、例えばサンダーを単数形のままで使うと、一足の片方しか察しませんので気をつけてください。このような名詞と一緒に使われるカウンターが pair です。例えば、 一足のサンダルなら A pair of s a n d a l s 一組の手袋であれば A pair of gloves となりますそれらが二組ある場合は例えば Two pairs of glovesTwo pairs of sandals となるわけですねここに挙げた名詞 ShortsSunglassesPants scissors, headphones, glasses も数えられる名詞ですが普通は2つで1組をなすものですから「pair」というカウンターを使って何組あるのかを数えることができます日本語ではハサミを1つというふうに言えますが英語で言うときには「a pair of scissors」と言いますハサミが2つあるときには「two pairs of scissors」 となりますので注意しましょうでは数えられない名詞の数え方をもう一度おさらいしますまずカウンターと呼ばれる助数詞を使って基本となる量を決めます a drop of water a glass of milk などですねそしてそのカウンターの分量でいくつ分あるかを言います例えば砂糖の sugar がスプーン1杯分あるんであれば a spoonful of sugar となります spoonful がカウンターですね砂糖がスプーン2杯分ならどうなりますかそうです two spoonfuls of sugar となります大切なのは複数形にするのは名詞シュガーではありませんカウンタースプーン4の方です気をつけましょう